きます。どうもしゅんです。こんにちは。岡崎美久です。こんにちは。この間先週に美久ちゃんとおすすめ就活サービスを紹介する動画を撮ったんですけども、カメラの不具合で最初の部分が撮れてなかったんですよね。まさかのね。はい、ごめんなさい、呼び出してしまって。大丈夫です、大丈夫です。なので今後撮りをしております。僕の方から3つ、美久ちゃんの方から2つ、僕らが使ってきた、おすすめ就活サービスを紹介していきたいなっていうふうに思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず1個目はシューレポっていう就活サービスです。シューレポ聞いたことありますか？知ったの。はなんか最近のなんかプレスリリースっていうのがあって、産経新聞を読んで知ったんですけども、シューレポっていう就活サービス、何がすごいかっていうと、今までなんか口コミサイトとか、いわゆる企業を紹介する就活サービスって山ほどいっぱいあったと思うんですけども、増えてきたよね。しかもいやね、どんどん増えてきてるよね。シューレポのいいところは就活サービスの口コミサイトなんですよね。へー、面白い。そうなんですよ ね、おすすめの就活サービスを、まあ、この動画と同じように知れるっていうサービスなんですよ。つまり、皆さん多分いろんな就活サービスが世の中に溢れてて、どの就活サービスがいいかわからないっていう方も多いと思うんですけど、そういった時に、シューレポを使っていただけたらなっていうふうに思っております。何か近々に、なんていうかリリースされるサービスなんで、まだ口コミがたまりきってないんですけども、産経新聞読んだのによると、今年中に2万件ぐらいの口コミが、たまる予定みたいなふうに書いてあったので、ぜひ皆さん参考にしてみてほしいなっていうふうに思います。登録をしたら口コミが全部読めるっていう風な作りになっているので、登録はお金かからないので、よかったらなんか覗いてみてください。それこそさ、私とか私なんか実際に使ってて、こうマイナビと例えばリクナビっていう、こうまず2大サービスが出てきて、どっちがどっちの良さがあるんだろうとか分かんなかったし、なんかそういうのも逆にその口コミサイトで見れるって面白いよね。まあ確かに第三者視点で公正な目で見れるっていうのはすごくいいなし、一つにまとまってるから、こういうサービス知らなかったけどあるんだみたいなのを知れるっていうところはすごくいいなっていうふうに思います。じゃあ僕の2個目の就活、おすすめする就活サービスは肉リッチっていう就活サービスなんですけども、コンセプトは、肉を、焼肉を食べながら就活ができるっていうサービスなんですよね。で、なんかザックバランにランチとか、焼肉を食べながら人事の人とかと話せる機会を設けてもらえるっていう、いわゆる逆求人型の就活サービスで、企業の人事の方がスカウトメールが来るっていう感じなんですよね。で、スカウトメールのが来た企業さんと、ご飯を食べるっていう。肉リッチのいいところは、いわゆる他の逆求人サービスよりも気軽に普通に会えるんですよね。例えば単純に焼肉が食べたいからでもいいんですよね、それでもフランクな感じで会えるっていうところが、とっかかりとしてはすごくいいかなっていうふうに思ってまして、で実際に内定まで行ける可能性も全然あるんです。例えばみくちゃんとかも、肉リッチ系で内定をもらったことも。私も本当不純な動機で、お肉食べれるならいいなとか思って肉リッチ登録したくらいで、でも本当にちゃんとねオファーも来るし、なんかランチ食べませんかみたいな、人事の人と会えますみたいなのもあるし、ね、せっかくなんか会うならランチとかもねできたらってご馳走してくれるし、すごくいい。いやそうだよね、普通におごってもらえるので、なんていうかな、お腹が空いた時とかいいと思います。あと今月なんていうかな、お金がないっていう時に、ま、毎日肉リーチで日程調節しておけば、とりあえずランチ代は浮くといういいサービスだと思います。で、まあ、デメリットとしては肉が食べれない時あるんですよ。あるね、うん、でも何様だっていう話ですけど普通に肉じゃないランチ会の時もあるし、なんならご飯じゃない選考というか説明会みたいなやつもあるので、よく調べてから、登録したり、エントリーしたりするっていうことが大事だと思います。前紹介したオファーボックスと一緒で自己 PR とかを登録して使う。そうだね、そうだね。そうだから、プロフィール欄があるんですけど、プロフィール欄を充実させたらやっぱオファーが全然来やすくなるので、そこのプロフィールを工夫するっていうのは、一つ大切なポイントだと思います、はい、最後に、僕から、就活サービスを紹介したいなっていうふうに思うんですけども、ほんと紹介したくないんだよね、リアルに。なんでかっていうと、自分たちが作ろうとしているサービスの競合になるから、紹介はしたくないんですけど、普通にいいなって思って、面白いなって思ったサービスで、ワンキャリアさんの最近出したワンキャリ TV っていうのがあるんですよね。でですね、ワンキャリアさんが出してるワンキャリ TV っていうのが最近リリースされたんですよ。最近っていうか、まあ何ヶ月前からにリリースされて、何がいいかっていうと、動画で就活ができるんですよね。で、僕自身も動画で就活をするっていうなんか流れを
作りたくて今こういう活動をしてるっていうのもあるんですけども、それと似ていてあんまり紹介はしたくないんですけど、いいサービスだと思ったから紹介します。で、なんか主にそれこそ各企業の説明会を動画でしてくれるんですよね。で、ワンキャリアさんって結構ハイキャリア向けの就活サービスっていうイメージがあると思うんですけど、だからいわゆる大手企業の、説明会が動画で見れるっていう点ですごくいいサービスだなっていうふうに思います。で、実際就活生でも説明会1回だけのために地方から何万円もかけて往復するみたいなのは意味わからないじゃないですか、普通に。だからこういうサービスが出てくるのは自然の流れだと思っていて、ワンキャリ TV さんはそれのなんか一番最初の、なんていうかな、先陣を切ってるサービスだと思うので、大手企業を目指している方とかだと特に相性がいいサービスかなっていうふうに思います。まあでもデメリットとしては動画自体はそんなに面白くはないんですよね。あ、そうか、結構ガチガチの説明会って感じ。そう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 、まあなんかふざけられないっていうのもあると思うんですよね。大手企業ってやっぱいろいろコンプラとかもあると思うから、だから真面目な動画で面白くはないんですけど、なんていうかな、ためにはなるので、ぜひ見てほしいなっていうふうに思います。はい、ではみくちゃんの1個目お願いします。私の1個目は、はい、朝日新聞デジタルっていう、こう特に私が朝日新聞にこだわってるっていうのは実家で朝日新聞撮ってたからってだけなんですけど、うんうんうん、朝日新聞デジタルっていうアプリになってて、うん、iPhone と Android も使えるんですけど、うん、まあ、いわゆるアプリで何ができるかっていうと、まあ、基本的にその紙面がデジタル版で読めるっていうのもあるし、うん、まあ、テキストでも読めるっていうのに加えて、結構就活に力入れてて朝日新聞自体が、でこうなんか内定者インタビューとか、あの全部いろいろ就活関係のものが詰まった就活ナビっていうのも一つの本当にアプリの中に組み込まれていて、でその紙面とかを見れるだけではなくて、実際内定、いろんな各業界の内定者の実際にインタビューとかも見れたりするし、朝日新聞のキャリアアドバイザーの方、就活キャリアアドバイザーの方とかのコラムとかがすごくあの連載されてて、すごく見応えあって、実際にもう各業界に携わってる、いろんな形で携わってるアドバイザーの方が紙面に書いてくださってるので、うん、めちゃくちゃ役立つし、その、うん、朝日新聞以外の業界の方のそのなんか就活に対してのアドバイスとかっていうのも見れるし、すごく私は役立ってたかなっていう。なるほどね。じゃあ特にマスコミを志望の人とかがいいっていう。マスコミ以外でももちろん使えるし、うんうん、すごく使い勝手が広いなっていうのは感じてます。なるほどなるほど。その目的としては時事ネタを知れるっていうところだと、就活のなんか記事みたいなのが読めるっていう。すごく読めるかな。え、それっていくらなの？じゃあ、あの紙面を家とかで撮ってる場合はプラス500円だけで使えるっていう、使い放題っていうので、パッて見たい時に記事検索がそのワード入れるだけで全部、なるほどね、過去記事から引っ張ってくれて、例えば企業名の、結構これ私も使ってたんだけど、実際に面接する時に、なんかその企業のことを結構新聞から調べてると、あのこんな深くまで知ってるんだみたいな感じのことを結構あの面接の時にびっくりされたこととかがあって、うんうん、なんかあんまりそのよくある就活サイトとかに出てくるその企業のなんかこれからとか、うんうんうん、とかそういったことよりも実際になんかこう新聞にこんなことが書いてあってとかからこう膨らむ話とかってすごい、あ、この人ちゃんと時事ネタも知ってるんだとか、うん、新聞もちゃんと読んでるんだって、結構日経だと結構やっぱ新聞ってすごい強くって、そうだね、そうだね、ベンチャーでも大手寄りになっちゃうんだけど、うん、大手とかで受けてる子だと結構そういったところを重視してくるところもあるので、うん、私は結構これは使えたなっていうのも、ね、なるほどなるほど、なんか俺自身はニュースピックスぐらいしか知らなかったから、朝日新聞デジタルっていうのがあるのは知ってたけど、そういう就活に使えるっていうのは知らなかったので、よかったです、知って。ただマスコミだったらこう地方局に受けに行くって、この場合とかだともう地方紙でも全部見放題なので、ね、だからその地方別に多分東京だけじゃなくて大阪とか全部その紙面も分けられて見れるから、その地方ネタも話せるってところでもすごくいいのかな。就活サービス2個目は、まあ、就活全般という形で大きく捉えて、うん、バイトって面でタイミっていうあのバイトアプリがあるんですけど、めちゃめちゃこれは私も使ってたし、インターンしてたじゃないですか、本当にリアルで、いやって思うじゃん、うん、私もあのいた側ではあるんですけど、うん、他に本当に就活仲間とかでも全然違う学校の子が知ってて、うん、タイミってアプリめちゃくちゃ便利なんだけど知ってるみたいな感じ、全然私がインターンしてとか知らなくてっていうので、はいはいはい、すごい就活生で就活仲間からもらってた話であって、すごくおすすめのアプリなんですけど、うんうん、これがなんかあの隙間時間に働ける子
履歴書も面接も不要で、あ、そうなんだ、本当に空いた時間にパッてこう申し込んで働ける、うん、マッチング、あの単発バイトアプリなんですけど、はい、なんか例えば飲食店だったりとかオフィスワークだったりテレワークだったりとか本当いろいろ結構ジャンルが分かれてて、うん、まあ、そのジャンル別に日にちでこの時間からこの時間募集してますみたいな感じで募集があって、あ、そうなんだね、あ、この時間空いてるわ、じゃあこの時間募集行こうみたいな、はいはいはい、でプッてもやったら、うん、もう完全にそれでマッチング成立させてもらって、うん、行けるみたいな感じ。それってタイミーってそのなんていうかな、バイトをバックレるとかってよくあると思うんだよね、うん、しかもその単発とかだともっとあると思うんだけど、そこのなんか対処みたいなのはどうやってやってるの、うん、一応こうペナルティーポイントっていうのが付けられていて、まあ、業務開始48時間前2日前からこうどんどん付与されていくんだけど、だんだん時間ごとに、うん、ああそういうことね。こう一応もうね、あの例えばもう当日欠席あったら一発アウトで、うん、もうあの使えなくなっちゃって1ヶ月間とかの期間があるんだけど、もう使えなくなってしまって、うんうん、やっていけばやっていくほどどんどん蓄積されていって、うん、その会社からレビューされて、店舗からレビューされてっていう評価がされていくから、そのだから真面目にみんな働こうとするんだよね、あの、うんうん、いいバイトにあの行きたいから、どんどんその好条件でバイトに行きたいから、どんどんみんなそのバックレとかもなくって、うん、本当にどんどん真面目なワーカーが増えていくっていう、なるほど、ね、しかも信用が溜まっていくっていうことだよね。溜まっていく、じゃあどんどんどん増えていくの。なんか長い目で見て、例えばすぐかもわからないけど、うん、タイミーポイントが溜まってる人が就活に有利になるとか、そうそう、アピールポイントになるっていうのは今後なるかもしれないね。例えば上京して、就活で地方から東京にいる間の数時間とかもワンチャンないかもしれないね。実際に福岡の友達とかもなんか来年1ヶ月間東京いるんだけど、その1ヶ月間でこれタイミーって使えるのかなみたいな話をして、使えるよって言ったら、絶対ここの期間でなんか面白そうだからやってみるみたいなこと言ったりとか、ね、もう全然ステマとかじゃないですからね、単純に紹介してたけど、ね、私もガチで今4年で使ってるっていうのもあるのでぜひぜひ使ってみてください。タイミーでしたなので皆さん、これから就職活動を始める皆さんは、うん、僕らが紹介したサービスを一回ちょっと見てみてください、うん。もう紹介しているものはリアルに使ったものしかないので、うん、ぜひぜひ使ってみてください、はい、ということで、みきちゃん何を宣伝する？ラーメン女子大生として今実際に経営者の方に、うん、ラーメン作ってる経営者の方にインタビューして、インタビュー記事を基本的に掲載してる。いやすごいよね、あれ自分でアポ取ってるんだもんね。そうですよ、全部アポから取材から、うん、本当にちゃんとあのレコーダー置いて取材、はいはい、して、で起こして、でもちろんラーメンの食レポもあってっていうのもあって、うん、まあ女の子の結構ラーメン好きってあんまりこう気軽にこうなんかラーメン屋さんに行くみたいなのもすごい少なくって、うん、もっとこう女の子が気軽にラーメン屋さんに行ければいいなっていうと、なんかもっと店主さんの思いとかこだわりとかが実際にこうインタビューされたものが詰まったコンテンツを発信したいなっていうのがあって、うん、そう立ち上げたブログがあるのでぜひぜひ見てみて。ご覧ください。ということで今日の動画は終わりです。ぜひチャンネル登録お願いします。じゃあな。